これ話したがってんだ俺が何それこれ奈良原さん奈良原奈良原さん奈良原さんの話奈良原さヤレンズさんヤレンズ奈良原さん奈良原さんこのこれちょっと今困ってることがあって困ってるっていうかその俺が悪いんだけどあの結構さじゃコンビ組んでさ先輩でさ二人で コンビでそのどの先輩になんかお,お世話になったかな一番ご飯連れてってもらったかなって考えた時にあのそうね、うん、コンビで連れてってくださって、ね、そうそうもう本当になんとに何だろう、うん、テレビとかどれぐらい出だしてすぐぐらいの時出る前ぐらいの時ぐらいからか、ね、出だ,してだからちょっとこう k イプロさんのねライブとかに。 ままああなんか出させてもらえるようになってぐらいでねなんかこう一緒になることが多くてそうそうでなんかすごい優しくてよくしていただいてますよいろいろさほらなんかうまい中野のうまいスパゲッティパスタ屋さん連れてってくれたりあそこすごい行ってるもんねその後ね2人いや俺もだいぶ行きましたあのあとそば屋連れてってくれたりそうねうどんとかねうんんかコンビ片方がどっかと行くみたいなのは結構たまにあるけどさはいはい コンビ揃ってでもなんかこの二年ぐらい2年ぐらいか、うん、急に確かにいやまあでも俺はだからなんかコロナ禍だしね<ー>なんかそういうの気遣ってくださってるっていうのもあってなのかで,、うんまあ、で奈良さんが気遣ってくれてるならなんかこっちもさご<ー>は連れてってくださいよとか言うのもなんかちょっとあれかなと思って。 そう俺はそう思ってましたけどね急にこれで連絡役を連絡役を俺がやってたじゃん「うん、あの七原さんいついつ空いてる」みたいな「うん、この日空いてます」みたいな「でちょっとその日の夜行こう」みたいな、うん、でそれを宮下に伝えて、うん、何日の夜七原さんが誘ってくれたから一緒に行こうみたいな感じだったんだけど、うんうん、2>, 2年ぐらい前からその急にコロナちょっと前かな。 そうねだからちょっと急に途切れたのは最後に2019年の、はい、えっとね2019年の11月21日にそば行こうぜっていうはははいはい、はい,い11月20日,20日の23時50分にそば行こうぜって。うんうん もう「日またいで0時16分に行きましょう」みたいな僕が「めちゃめちゃ行きたいです」みたいな「奈良原さんがすごい気遣ってくれたのに年末になると忙しくなりそうだし早いとこ行こうな」って「夜のがいいんだよねま空いてる日あったら教えて」みたいな良原さんが言ってくださって僕が「ありがとうございます宮下ん話して分かり次第連絡します」って送ってで俺がその返信するの忘れてさ これでこれ止まってたんだそれでかわいそうってうなれだけど先輩にこれがそうこれがこれはちょっとね体ゆしき自体というかこれちょっとじゃあでこれがねっまあそうだねこれをうどうどうしようっていう。 どううしたたら俺いいいんだろうってそ<う> <laughs> 最近気づいたの <laughs> 本当になんかこれ多分年末で多分その言い訳じゃないけど、うん、そのそれ多分バタバタバタってして2019のそういう時ありますよねで人間ね、うん、そうそうで,で2020のも、えー、ちょっとしてコロナだったじゃんまあでもそれは奈良原さん分かってくれてんじゃないかな分かってくれてるかな,なんかこう行きましょうって言ったけど、うん、まあちょっと忙しくてなかなか日程をお伝えできなかった中で、うん こうやってもうコロナになったわけだから、うん、かなって多分ほんとに奈良さん優しいし気遣いできる人ですから多分そうは思ってると思いますなんだこいつとは思ってないと思うほんとにうん,なんか全然返してこねえじゃんみたいなのは、うん、多分思ってないこれでど,どうしたらいいんだろう俺はこの,この,このなんとあとこれだからちょっとまたね世間が落ち着き次第、うん、こちらから言ったらいいんじゃない だいぶイニシエの話になっちゃう、ね、<laughs> 急に「日程」送ってみた、ね、ら前に「日程」分かるのに2年かかったんだ <laughs> 急に「急に」送るっていうのはなんかでもなんか失礼すぎるかなと思ってそれはちょっと何かひ言多分おしゃっますいいいすいません」っていう、うん、で今こうやってラジオで言っちゃってるし、うん、ちょっとすいませんバタバタしてて編集をちょっと忘れてまして。うん っていうのを一個入れたらだからもう今入れたりじゃん。今入れる。今入れようよもう。なんすみませんすみませんあのラインま気づきましたっていやいやおかしいおかしいよ。そんななんなけない気読になってだからね。奈良原さんはもう本当すごい優しくてねなんかその。 なんだろう宮下が遊戯王カードすごい詳しいって言ったら実家から遊戯王カードすごい持ってきてもらってで昔の遊戯王カードいろいろあの見してもらってねバンダイ版のとかあったりね本当レアなやつがたくさんありましたよそうそうこれじゃぜひちょっとまた行きたいもんねだってまた行きたいんでちょっと返しといてどうしよう。 これどうしましょうねじゃ、うん、ちょっとまあ埋めるために水田さんのメールでも読んでますからね <laughs> 草薙を打ってる間 <laughs> ちょっと読んどいてはい、えー、ラジオネーム「阿佐ヶ谷住みたい姉妹さんから」うんえー「よく番組のプレゼントなのでまる、えー、1年分プレゼントとありますが宮下草薙の,のお二人が何かを1年分もらえるならどんなものがありがたいですか私は毎朝ヨーグルトを食べているので1年分のヨーグルトが欲しいです」 トーークテーマ1年分でお願いしますというでも味もねこう選べないってなるとそこのなんかあれもありますからねあ続いて「えー、宮下さん草薙さんこんばんは毎週楽しく聞いております先日友達がレストランで頼んだピザが大きく食べきれなかったので残りを持ち帰るように包んでもらいました手提げ袋は有料ですがどうしますか?」とお店の方に聞かれ「大丈夫です」と断った友達は「 おもむろに書類を挟むクリアファイルを取り出しピザを挟んでカバンにしまっていましたクリアファイルはそういう使い方もあるのかと私は言いましたが、えー、笑いが止まりませんでしたお二人は何か意外な使い方を発見したものはありますか是非教えてくださいラジオネームマッカランさんから頂きました面白いですねピザをクリアファイルに挟んじゃうというねでこれ大事な書類とともに挟んでたらそれはそれで ちょっと問題ですからねピザと一緒に挟むってのはそれをどういうね使い方するのかということですよ草薙さん <laughs> 草薙さん,ん君が撒いた種ですか <laughs> 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 返したの <laughs> どうしていいかな <laughs> 返せないまだ結局返さず <laughs> ちょっとじゃ終わったら終わったらちょっとあれしよっか そん, <laughs> そんなすぐ <laughs> 15分ので決めろって言われて打てるあれじゃないです、うん、まあバ、まあ、スバッと打っちゃえばいいですけどねせっかくなら今の段階で、うん、はいでそろそろお別れのお時間です。 この番組では皆さんからもトークテーマを募集しますトークテーマとそれを話してほしい了解で送ってください草薙アドレスは mk.jokr.net、ok、mk.jokr.net、ok、です放送終了後の土曜日午後1時から番組の丸ごとポッドキャストで配信します以上宮下草薙の宮下と草薙でしたお前さんもう最後ど,どうしていいのかわからない

え目の前に1枚は僕1枚は草薙が話したいトークテーマそしてもう1枚はリスナーさんが話してほしいトークテーマが書いてありますさあということでねあのこれ新年一発目の収録ということで明けましておめでとうございますは済ましてるんですけどね真の意味で <laughs> <ー>本当の嘘だからね,あれ,ねそうあれは本当に嘘なんで、うんうん、真の意味で明けましておめでとうございますまとういう。はい ことでございます。はい。さあじゃあ早速ちょっとお手紙お便りを読んでもいいですか。はい、えー。ラジオネーム、えー、ズムチン TV さんから、えー、宮下さん草薙さんこんばんは。こんばんは、えー。お二人は今年の M1 グランプリ見ましたが。 えー、今年も面白くとても楽しかったのですが僕には一つ M1 グランプリを見ていて思いい思出したことがありますはい、はい、それは草薙さんは結局ヤーレンズの奈良原さんにちゃんと連絡したのかということですヤーレンズさんの漫才中そのことばかり気になってしまいヤーレンズさんが2位という素晴らしい結果だったのにもかかわらず個人的には草薙さんのことがちらつきすぎてヤーレンズさんの漫才に集中できませんでした。 えー、このままでは気になりすぎてヤーレンさんの漫才が見れません是非その後どうなったのか教えてくださいというあれどう確かに言昔ラジオでね言ってなかったっけね<の>なんかねなんもうでも結構前だよねだいぶ前ですよねよく覚えて、ね、でも奈良原さんがなんかずっとうん 面倒見てくれてたんだよね。面倒ってかご飯とか連れてってくれたりとかそうそう。飯連れてってくれてたんですよね。そう。で、なんか、やりとりが、LINE のやりとりが、なんか一回その、うん、なんだっけ、何で途切れたんだっけ。なんか俺が返さなかった。なんかそう草薙が返さずに終わっちゃってて。そう。で、なんかこれで。結構経ってから返しちゃうんだよね、それをね。ご飯行こう、何日空いてるで、うん 調べますでんかったなんか途中になってて返してなくてそれを何ヶ月かぶりぐらいにじゃ返そうか返さないかみたいな話をラジオでしてたかなんとなく。ったらいいんだろうみたいな。送った送ったあのあとすぐ。あ送りましたか。であれだよねあれ収録に送らなかったっけ終わってからだっけ終わってからだっけ収録かって帰ってこなかった。収録中に送って 帰っっっててこなくて終わっちゃた結局そこで帰ってくるかみたいな話が出たからああ多分これもう本当気になって消化不良でずーっと抱え込んでたんだけど <laughs> これをこれ、ね、帰ってきてうんね、なんかラジオも後日聞いてくれたみたいであ本当本当。本当そうご飯、ね、行ったよねそうそう行きました行きましたあの,あの後もまも一日回は行ったのかなね何回かうん何回か行かしていただいてという,う感じですよ いやーよかったです「おめでとうございます」っていう LINE 打って、うん、そしたらなんかその「またご飯行こう」みたいになって、うん、でなんか「ぜひ」是非みたいな感じになって、うん、であの「ちょっとお店おいしそうなお店探しといてよ」って言われて。 今まで奈良原さんが全部やあでも今多分めちゃめちゃ忙しいしあ俺かって思って今そこで止まってる結局結局止めてんのああお店探さないとな俺もさ何か m 1の決勝行った時に「おめでとうございます」みたいな「頑張ってください」みたいなで奈良原さんから「俺の決勝終わったらテスラで迎え来てよ」みたいな感じなんかちょっと熱い で俺もなんかそれノリでさ「いやもちろん行かせてあげますよ」みたいな感じでまほ本当になんか行こうかなぐらいに思ってたんだけど「で M‐1」の日にでも俺ちょっと体調悪くて2位っていう好成績を出したのに「なんかテスラ」で迎え行かなきゃだから「おめでとう」送ってない2位おめでとうございますと送れてないテスラはあってなるから結局そう俺も送れてないですよかった本当にねじゃあちょっとああ 引きましょうかね、えー、数引いていきましょうこれもだから4年になるのこれ丸4年すごいねはいこれでこれはいはいあ俺のあやつだそんなに共感されない話だ